はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今からアクティのオイル交換をしたいと思います。はい、まずね、ここにある、ジャッキで、車体を持ち上げます。で、アクティは後ろにエンジンがついているリアミッドシップという、駆動方式です。後ろにエンジンがついていて、後ろのタイヤで、車を動かすと、そういう方式になっています。で、下を覗きますと、このふく黒いね、太いシャフトが通ってますので、ここにジャッキを当てたいと思います。よいしょ。もうちょい前かな。もうちょい前のがいいな。なるべくね、上まで上げた方が楽なので、下へ潜り込みますので、ちょっと頑張って上まで上げたいと思います。ホイール交換の時はね、こんなに上げないんですけどね。よいしょ、よっこいしょ、よいしょ、こんなもんで大丈夫かな。よいしょ。はい、で、上がりましたので、エンジンの、車の下に潜り込みます。本当はね、馬をかけたいんですが、馬をかけちゃうと、ちょっと作業の邪魔なんで、ちょっと馬をかけるところないんで、このまま下へ入ってます。まあ、個人でやる場合はね、その辺は注意してやってください。抜いちゃえばね、もうこの車は楽なんですけど。よいしょ。抜くまでがね、ちょっとね。よいしょ。あれ？こっちだったよな。あ、違う。こっちだ。後ろだ。間違えました。しばらくやってないんで、こっち側でした。こっち側、こっち側。違うところ潜ろうとしちゃいました。あれ？ドレインがねえぞ。なんです。ちょっとね、最初からボケをかましてしまいましたね。スズキの K はね、ちょっと大変なんですが、あっちの方は意外に楽です。よっこいしょ。はい、ここにあるのがドレインです。よいしょ。で、17ミリですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、お、結構、よく締まってますね。はい、これで緩みましたので、よいしょ、ちょっとバックさせないと。よいしょ、よいしょ。ここからね、ちょっと水圧で遠くまで行くんで、ちょっと離れたところに、オイルバットを置きます。よいしょ。で、飛び散らないように、中にウエスを入れておきます。よいしょ。もうちょいだな。よいしょ。はい、これでね、3000キロ、前回のオイル交換から3000キロで、今回はやりました。間に車検が入ったんでね、ちょっと距離数がずれましたけど、今回は3000キロです。で、抜いている間に、入れるオイルを準備してます。オイルは、ここに見えますように、スミックスの
GTR SNGF5 SAE5W30 と、化学合成油って書いてありますね。なんかよくわかんないんですけども、まあそんなのを買ってきました。いくらだったかな、1500円かな、3リッターで、リッター500円ぐらいの オイルです。高いんかよく、安いんかよくわかんないです。まあガソリンの他に、ガソリンエンジンの他に、まあ農機具にも入れたいんで、余ったやつはね、で、ガソリンと、ディーゼル兼用のオイルを買うようにしてます、自分は。で、いつもですとね、20リッター買っちゃうんですけど、今回ちょっとケチってね、ちょっとずつ買ってます。多分 2.5 ぐらいだと思うんだよね。これが3リッターなんで、こんなもんで大事かな。よっこいしょ。よっこいしょ。まだまだだ。よいしょ。これで 2リッターですね。はい。で、そうこう言ってるうちに多分、オイルが抜けてるはずなので、よいしょ。まあ、ちょっと、車斜めになってるんでね、最後までは抜けきんないんですが、まあ、これでよしとしましょう。ちょっとね、オイルパンがこう斜めになってるんですけど、確か、バモス、バモスもこっちだったかな。よく覚えてない。ホンダ車はね、ホンダ Z、バモス、アクティとね、3台の乗り継ぎましたんで、その都度ちょっとずつ違うんだよね。エンジンの向きなんかが違ったりしてね。まあこれが一番簡単かな。後ろから簡単に外せますんでね。で、オイル入れるところはこの脇から入りますので、これがオイル交換は一番簡単に、できるタイプかなと思います。もうちょいだな。でも今日はあったかいですね。もう春だよね。このままね、ずっと。寒くなんだけでいいんだけどね。ちなみに今日は2月14日、バレンタインの日なんですけど、明日15日はね、ちょっと雨になるそうです。で、明日からね、確定申告始まるので、まあ明日雨だったらばもう、明日行っちゃおうかなと、まあ表の仕事できないんでね。なもんで、今日はちょっと一生懸命動画を撮りだめしてます。で、明日は、午前中、役場へ行って、書類をもらってきて、書いて、数字を記入して、午後あたり、持っていければいいかなと。で、あさって以降ね、また晴れ回りになるんで、そしたらね、いとこのところから引き上げてきた田植え機、植え付け部をちょっとばらしてね。で、なんか肥料撒く機械と、殺虫剤とか除草剤を撒く機械は、なんか単体パーツで売れそうなんで、まあ、ちょっときれいに外してね、まあ、ネットオークションで売れたら売ろうかななんて思ってます。こちらはね、田植え機の方はそんなに慌ててやんなくてもいいんで、ライフの方を先出しちゃおうか、田植え機の方に取り掛かろうか、ちょっと今悩んでます。まあいいか、こんなもんで。なんかね、たらたらいつまでも出てんで、よいしょ、この辺で、よっ、よいしょ、終わりにしちゃいましょう。よいしょ。そうしましたね。あれ、パッキン。あれ？パッキンついてね。あ、パッキンついてた。よかったよかった。
パッキンがね、意外にこのオイルの中へね、落としちゃったりしてね、後でオイル漏れたりとかね、あるんだよね。よし、これ、まだ完全にできてないんですが。よいしょ。まあいいや。まあ、古いオイルが混ざるって言ってもね、そんな大した量じゃないし、今回はエレメントも交換しないんで、まあちょっと混ざっちゃってもいいでしょ。よいしょ。で、ここもね、トルクレンチで本当は測るんですが、もう人間トルクレンチで適当に締めて終わりにしちゃいます。はい、これで、抜くのが終わりました。よいしょ。よいしょ。まあ、くれぐれもね、やる方は、どっかジャッキポイントあったよな。どこだっけな。この辺にあったような。あ、ん？違うな。どこだろう。なんか、この辺にあった、フロントはあるんですけどね。あ、この辺にかかるかな。ちょっと後で調べてみましょう。まあ、馬をかけた方が安全ですよね。いずれにしても。まあ、そんなにね、まあ、ここからなんで、下には潜り込まないんですが、まあ、あれば、まあ、かもかな。まあ、どっちみちね、自分もね、これをやって、刑をやって、嫁の、ハスラーか。まあ、三台ね、自分でオイル交換、その他農機具とかも自分でオイル交換やるんで、まあ、買っちゃってもいいな。ちょっと考えましょう。よっこいしょ。よいしょ。はい。よし。じゃ、ジャッキを下ろします。まあ、ちなみにね、昨日電話があって、嫁がちょっと来るそうです。でも、自分は今日、ちょっと夕方、自治会の会議なんだよな。うん。だからもしかすると、いないかもしんないね。で、今朝電話かかってきて、嫁はね、マンションの、6階か7階結構高いところに住んでんだよね。で、昨日揺れた、怖かったって言ってました。まあ、怖いんだったらうちに来りゃいいのに、と思ってるんですけどね。うん。まあ、宇都宮の、自分の家にいます。まあ、しょうがないね。よっこいしょ。まあ、自分としてもね、母親がいるんで、ちょっとあまりね、接触する人数は減らしたいんで、まあ、どっちでもいいんですけど。で、ここに黒いボッチがあります。これを引くと、ここがパカッと開きます。これが給油口です。すごいよね。さすが本田さん、考えることがユニークっていうことで、多分 2.5 リッターぐらい入るんで、最初に2リッター入れます。よいしょ。すごいよね。もうここはね、マニュアル見ないと絶対にわかんないよね。多分あのエンジンの蓋を外してね、エンジンカバーを外して、あれ？って思っちゃうよね。マニュアル見ないでやると、ここなんですよ。はい。よいしょ。
これで2リッター入りました。多分あと 500cc ぐらい入ると思うんで、ここだね。あと 500cc。 これ3リッターなんで、多分3リッターでちょっと余る計算なんだよね。ちょっとあと500ぐらい入れ、250にしようかな。毎回何リッターぐらい入れてるのか覚えてないです。まあ、入れすぎちゃうとね、抜かなくちゃならないんで、とりあえず、250で行きましょう。よいしょ。ん、もうちょい入るな。まだ残ってた。ちょっともしかすると足んないかもしれないですね。はい、じゃあとりあえず 2.25 入りました。これで一旦、キャップをして、よいしょ、ん、よいしょ、キャップをして、よいしょ、まあいいか、これはこのままで。エンジンをかけます。はい、温めてる間にね、ちょっと道具を片付けます。まずジャッキアップはもうしないんでね、ジャッキを片付けちゃいます。よいしょ、ここも掃除しないといけないな。ちょっと汚いところ見られちゃったな。あとこのオイルも、オイルバットも使いませんので、これも片付けます。これはね、後で草を焼くときに灯油と混ぜて、使います。でエンジンオイルって、引火点が低いんでね、結構一回火がついちゃうと火力強いです。で、バーナー自体もね、そんな精密なバーナーじゃないんで、汚いオイルでも、十分役に立つっていうか燃えます。ただやっぱり汚いオイル、オイルっていうか油を蒸しますと、すすがすごいんだよね。だから2、3回使うと、もう一回掃除かな。そんな感じでね、まあ、灯油に混ぜて、灰は蒸しちゃいます。よいしょ。これはあれだな。これも片付けちゃって大丈夫だな。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあ2、3分経ったかな。でエンジンを止めます。はい、で、レベルゲージで、どのくらい入ってるかね、ちょっと確認しますね。で、これどこにあるのって、これもすごいところ考えるよね。このタイヤハウスの裏側です。すごいよね。この考えた人は偉い。もうそれしかないよね、出てこないよね言葉が。はい、ちなみにここです。わかるかな、目線カメラ入ってると思うんだけど、よいしょ。すごいよねこれ考えた人ね。まずマニュアルないと、ドレンプラグまではたどり着くんですけど、この給油口とね、点検口、ここはなかなか見つかんないと思います。すごい。まあ何しろね、ライフの謝罪工具が、助手席の後ろですからね。まあ本田さんだから何があっても
まあおかしくないっていうかね、うん、すごい発想だなと思って、ちょっと感心しちゃいます。うん、もう自分なんかじゃ絶対思いつかないですね。まあ、あの人たちもね、まあそういうアイディアを出してお金をもらってるんだから、しょうがないんですけどね。我々には到底、こういうレベルには到達しないです。普通はエンジンルームのね、ヘッドカバーの脇あたりだもんね。それがこんなところに、オイルゲージついてんだもんね。わかんねえよな。まして、給油口もこっちの方だもんね。で、この給油口もここからホースでエンジンの方に向かってます。で、ですから、まあ、エンジンまでね、降りてくるのに時間かかるんで、まあ、オイル入れてすぐ測るんではなくて、まあ、ちょっと時間経ってから、完全に回ってからのがいいのかな、なんて思います。よいしょ。どうだろう。よいしょと。よいしょ。はい。だいたい、この辺まで入ってますね。大丈夫ですね。2.25 で、大丈夫でした。はい。じゃあ、これで、これ戻さないとダメだ。おお、危ない、危ない。はい、レベルゲージを戻して、まあ、完全に抜けてなかったか。まあ、大丈夫でしょ。まあ、8割、9割、抜けてればね、綺麗なのに入れ替わるんで。この後、3500キロ。3500キロ乗ったら交換になります。よいしょ。はい、これはキャップしてあるし、OK だな。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでオイル交換は終了です。ま、くれぐれもね、自己責任でやってください。ただこれは、まあ正直言って馬いらないと思う。この下にね、さっきちょっと間違ったように、タイヤ、後ろのね、タイヤハウスの前あたりをね、潜り込むのはちょっと危ないですけど、これは本当の後ろからアクセスできますんでね。まあ、これは大丈夫だと思います。で、同じホンダでも、この4駆は、これはエンジンがこう横に入ってるんですけど、4駆はこう縦置きなんですよね。縦置きなんで、前に乗ってた、Z か。Z は縦置きの4駆なんで、このタイヤハウスの前からよいしょって入っていかないと、オイル抜けませんでした。これはね、肉なんで、後ろのタイヤしか回ってないんで、こう横置きになってます。なもんで、後ろからちょっと手を伸ばすと、オイル交換ができるという。非常にね、これはオイル交換やる人にとっては楽なメカです。さすがホンダさんと、すごいなと思って、ちょっと、感激しました。まあ、そんなところでね、自分でやれば安くできますんでね。時間がある方、時間と場所ですね。これ、道路ではやれないんでね。自分家の車庫の端っこの方でね、やれる方は、やったらいいかなと。あとは、俳優の処理だよね。俳優の処理をどうするか。知り合いのね、自動車屋さんでもあれば、自動車屋さんに処理してもらうとかね。なんかあと固めるやつが売ってたと思うんだよね。廃油を固めて、燃えるゴミで出せるようなのが確かあったような気がするんでね。そういうので廃油を処分するっていうのもね、一つの手ですよね。まあ、竹石農場では、まあ、先ほど言ったように、草を焼くためのバーナーの燃料としてちょっとずつ使っちゃいます。ただ、これは車の俳優だけならいいんですけどね。これから農機具とか、そういうのが大量に出てくるんで、それをどうやって消費しようかなと。むやみにバーナーであちこち焼いててもしょうがないんでね。まあ、それはそれでまた考えましょう。
一応そんなわけでね、参考にしていただければありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。